カール・ゲープハルト、カール・フランツ・ゲープハルト、カール・フランツ・ゲープハート、1897年11月23日1948年6月2日は、ドイツの医師、医学者、ナチス親衛隊、SS の将軍、親衛隊全国指導者、ハインリヒヒムラーの主治医を務めた。戦時中に、ナチ共生収容所の囚人を使って残虐な、 医学実験を行ったとされ、戦後、アメリカ軍から先犯に指定され処刑された。新衛隊における最終階級は、新衛隊中将及び武装新衛隊中将、SS、グラッピンフアラー・ウンとチェンラレト・ネント・デア・バハン・ SS。医学博士号、ドクター・メド・所持。バイエルン王国、現在のバイエルン州ミュールドルフ軍のハーグイン、オーバーバイエルン、に、 医師フランツ・ゲープハルトの息子として生まれた、ランツ・フートのギムナジウムに通った。ここの学校は、ハインリヒ・ヒムラーの父、ゲープハルト・ヒムラーが校長をしており、ハインリヒ・ヒムラーも同校に通っていた。ゲープハルトとヒムラーは、この頃からの知り合いだった。1916年にアビトゥーアに合格して、ギムナジウムを卒業。第一次世界大戦中であったため、 1916年3月1日にバイエルン王国陸軍の第四不評連隊に入隊。1918年から1919 19年3月にかけてイギリス軍の捕虜となった。戦後の1919 19年から1920年にかけてフランツフォンエップの指揮する義勇軍に参加し、ルール地方で共産主義者と戦った。 1919年からミュンヘン大学医学部で医学を学ぶ。1922年に医師試験に合格し、1923年に医師免許を取得した。1922年秋から1935年までランツフルトの病院に補助医師として勤務している。またこの間、ミュンヘン大学教授。 フェルディナント・ザウ・アブルフ博士の解剖病理学研究所で助手を務めた。その後、エイリヒレクサーのスポーツ医学の研究にも携わった。1924年3月31日にミュンヘン大学から医学博士号を授与されている。1926年には、ホーエン・アシャウに医師訓練施設を創立した。ドイツ体育医学協会。 ドイッチェン・エルゼタバー・バンズ・ FR ライベス・バーンガンのスポーツ医師も務めている。ナチ党政権誕生後の1933年5月1日に国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党に入党した党員番号172万3317。同時に幼馴染のヒムラーが指揮していた新衛隊 SS に入隊した隊員番号2万6894。 1933年から1934年にかけて、ホーエン・アシャウの国会施設、ライクサート・スタラガー長官を務め、1935年から、ベルリンのシャルロッテンブルクの体育医学研究所、メデザニシ・インスティトゥート・フ・アール・ライベス・バーンガンの長官となる。1936年のベルリンオリンピックに、最してはその医師長、ライテンダー・アースットを務めた。 1937年には、ベルリン大学の教授となり、さらにレーベンスボルンのメンバーともなる。1936年4月1日から、新英体全国指導者、ハインリヒ・ヒムラー付きの医師の一人に選ばれ、1938年4月20日には、新英体全国指導者 G 権主治医、ビグレイテティスト・ウント・ラベティスト・デフスとなり、ヒムラーの主治医の地位を確立している。 ゲープハルトは、新衛隊医師団の中でも、最も地位の高い医師の一人となった。国際的にも知名度の高い医学者であった。第二次世界大戦開戦後の1939年10月26日から、新衛隊病院、SS ラスレットとなった、法炎流編病院の部長医、ジェフェルツットに就任し、負傷した、武装新衛隊の隊員たちを見た。 1940年から帝国体育研究所、ライクサー・コダミ・エフ・アール・ライベス・バーンガンの医療部門部長にも就任した。1940年5月15日に、リハルト・クリューガー博士、ドクター・メド・リチャード・クルーガーに代わって、武装親衛隊医師長、ベレテンダー・カー・アーグ・デア・バファン・ SS となった。これらの地位はいずれもドイツの敗戦まで保持している。 1942年5月下旬に、米面命令保護領副総督、ラインハルト・ハイドリヒが、プラハで、テロリストに襲撃されて、渾水状態に陥ったという報告を受けたヒムラーは、直ちに、ゲープハルトを連れて、ハドリヒの見舞いに、プラハを訪れ、ハイドリヒの治療に当たらせている。しかし、ゲープハルトの手術は、ハイドリヒを救うことに、成功しなかった。 ハイドリヒの死因についてゲープハルトが、秘蔵の摘出を許さなかったためであるという噂が、流れ、さらに内省の座をめぐるライバルのハイドリヒを危険視した、ヒムラーがゲープハルトを使って恋に、イドリヒを死なせたなどという説まで出回った。アドルフ・ヒトラーの G であるテオドール・モレル博士が、私が開発したサルファ剤を投与していれば、ハイドリヒの生命を助けられたなどと述って案に、ゲープハルトを批判したため、 ヒトラーのゲープハルトへの信用が一時落ちて、ヒトラーがゲープハルトとの面会を拒絶したことがあった。戦時中、ゲープハルトは強制収容所の囚人の体を使って、外傷に関する人体実験を行った。特に、ゲープハルトの放炎流変病院に近い場所にある、ラーフェンスブリュック強制収容所の集を、実験材料に使用していた。ゲープハルトは少女たちを切り刻みながら、 主な筋肉や神経、骨の小片などを採取し、時にはこうして切り開いた傷口を可能状態に見立てて、そこに様々な細菌の培養液を注入したりもしたという。1942年8月、ラーフェンスブリュック強制収容所の75人のポーランド人の若い娘を使った人体実験である種のサルファ剤が銃弾を受けたことで引き起こされる。 感染症に無効力であることを立証するのに成功し、1943年5月の軍事医学会総会でこの実験結果を発表した。ヒトラーはゲープハルトを再評価し、この功績を叩いてヒトラー自らの手でゲープハルトに先行十字章を授与した。ドイツの敗戦直前、4月24日に自殺したドイツ赤十字社副総裁エルンストイコール・ロベルト、 グラビッツに代わって短期間だがドイツ赤十字社の副総裁になっている。また、敗戦直前に責任追及されることを恐れて、自らの人体実験の生き残りである助手たちを処刑するよう命じ、証拠隠滅を図った。1945年5月にはハインリヒヒムラーに同行して、野戦憲兵になりすまして逃亡しようとした。 しかし、ヒムラーと共に、イギリス軍の捕虜となった。戦後、アメリカ軍の開いたニュルンベルク継続裁判の、医者裁判の被告人の一人となった。1947年8月20日に、戦争犯罪と人道に対する罪で死刑判決を受けた。1948年6月2日に、ランツベルク刑務所において、公主刑に処された。 身長は169センチだった。信仰はカトリックであり、教会を離れることを推奨する、新衛隊の方針にもかかわらず、教会を離れていない。1933年に結婚しており、息子が二人いた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。